今回ねちょっとボディクリームこれ塗ったくってつけました。これがね綺麗に落ちるのかっていう。はい、皆さんこんにちは、車の大戦ここがシロンピーです。こんにちは。今日寒い、めっちゃ寒い、雨が降ってる。まあ、雨が降ってほしい時にね降ってくれないっていうちょっとこの悲しさなんだけど、今回ねちょっとシリーズ化しようと思って、洗車用品でまあ一式ねあるメーカーのやつこれ届いたので、ちょっと今からこれをね紹介したいと思います。でまあ何が届いたかっていうと、これねツイッター見てる人だったらわかると思うんですが、こちらじゃじゃーん。はい、もう何っていう人はね多分ねツイッター見てないね。これアカウントね概要欄に載せてあるのでぜひフォローしてください。はい、そしたらねこれ何かというと、こちら見えるかな、ここに書いてあるの見える、ピンボケしていくかもしれない。これねブードゥーライド、ブードゥーライドっていうね洗車用品、皆さん知っていますか。このドクロマークのやつ多分見たことあるんじゃないのかな、うん、これのね洗車セットが届いているので、で今からねこれ中に何が入っているのかちょっと一個一個ちょっと出していきたいと思います。まず一つ目こちらモジョ、これがね簡易ポリマーコーティング剤。二つ目ねおいこちら、これがねガラスクリーナーで、三つ目シルク、これが水垢とかね水染みを落としてくれる、これもう簡易的なねポリマーコーティング剤になります。で続いてじゃーん、これ気になってたんだよね、こちらジュジュっていうねカルナバが入ってるシャンプー、カーシャンプーで、次5つ目ヘックス表面磨き、ヘッドライトとかもね磨けちゃうやつ。6つ目これがハイプド、これタイヤコーティング剤ね、ハイプドまだあるよ。続いてこちらショック、タイヤ&ホイールクリップで、続いてこちらこれがねクロームパーツ専用のクリーナー、なんかワックスみたいなの入ってる、これちょっとおしゃれだね。でもう一つが金属専用の究極のポリッシュクリーム、これも似たようなワックスみたいな感じで、最後にこちらマイクロファイバーカウ、これ10件が入っているので、これをねちょっと片っ端からどんな感じなのかちょっと使っていきたいなと思っております。まあ、結構な数があるので、まあなんだろうな、そのいっぺんにやるんではなく一つ一つちょっと紹介していこうと思うので、まあ今後ねちょっと動画楽しみしておいてください。はい、それではチャンネル登録忘れずに、また来週。はい、といった感じでね動画を終えようと思ったんですが、どうしてもねこちらガラスクリーナー、これがねちょっと気になっちゃって、もうちょっとこれだけ使ってみようかなと思って今ちょっと動画再開しております。まあ、どういったものか簡単に説明すると、まあ、このねガラス面をねこう拭くやつで、外と内側両方拭けます。でまあね虫の死骸だったり油汚れ、あと手垢とかはきれいに落とせる。でまあ特徴はね拭き筋っていうか、この拭いた時の筋が残りにくいっていうのがこの特徴になります。そしたらまず外側からジャジャッとちょっとやっていきます。はい、そしたらねこちらの窓今から拭いていきたいんですが、ここに使用するタオルなんだけど、今ねこのブードゥーライドのこのタオルをちょっと出したんだけど、2枚入っていてね、こういう緑のやつ2枚入ってんだけど、こう1枚はこの縁がね緑のままで、もう1枚はね白、まあこういった感じでねちょっと使い分けができるような形でタオルは入っていました。これねちょっと僕的には面白いなと思ったのでちょっと紹介っていう形で、じゃあまあ早速拭いていきます。でね、おしゃれ、面白い。これね今ね蓋っていうかこのスプレーをねしようと思ったんだけど出てこないよね。でここにロックってあって、これ映るかな、こう最初はねこういう状態でロックがかかっています。これだと出ないんだよね。でここも黒いでしょ、これがロックをこのキャップを回す、ちょっとほら見える、白くなったの、ここからね出てくるようになります。しかもちゃちゃっと、あこういう感じね、あいいや。ちょっとムース状、こう垂れにくいって書いてあったんだけど、あのちょっと液体状だとパーって垂れちゃってこのボディとかにねつきやすいんだけど、これ見て全然垂れてない。で拭いていきます。ガラス汚ねえな、あつきやすいわマジで、冗談抜きでこれだけ綺麗になったの分かるかな。本当ね拭きムラが出ない、この筋みたいのが。はい、そしたら次手垢が落ちるのかちょっと検証してみます。今ねここら辺もうベタベタ触ったんだけど、まあ、こういうことあんまりやりたくないんだよね。やった、しょうがない、わかる、ここら辺、これをちょっと落としてみます。はい、ガラスクリーナー、はい、ささっと拭いてここで、やばい汚れ、こんな感じで拭き上げて
これ吹き筋出ないし、確かにね、綺麗に落ちてるわ。これ見てわかる？綺麗になったの。わかりづらいかな。はい、続いてフロントガラスになります。僕ちょっと性格悪いよね。さっきね、手垢っつうかこうベタってやった時に手が乾燥しててね、なかなかつかなかった。それで、ね、今回ねちょっとボディクリームこう塗ったくってつけました。これがね綺麗に落ちるのかっていう、マジ性格悪いと思う自分でも。そしたらね、こちらガラスクリーナーつかけていきます。これ拭いていきます。性格悪いわ、本当自分でも思う。どう？消えてる？ちょっとね、まだ濡れてるから拭き上げ用のタオル、もう一個のタオルでちょっと拭き上げていきます。あ、ない。あ、マジか。あ、すげえ綺麗になってる。え、楽じゃん。え、すごい。わかる？え、なんか最初より全然綺麗なんだ。あ、すごいわこれ。はい、皆さんお疲れ様です。最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、途中でねちょっと動画を終えようと思ったんですが、どうしてもね使いたくなって、このガラスクリーナー、ブードゥーライドのガラスクリーナー使ってしまいました。で、最初はね、まあ、正直、まあ、アルコールだったりパーツクリーナーでもいいんじゃねえのかなと僕ね思ってたんだけど、これ使ってみて思ったのは、あのアルコールとかパーツクリーナーだとなんか速乾性っていうの、すぐ乾いちゃって、まあ、汚れがね拭き取れる前に、まあ、乾いてまたプシューってまたね拭くような形になっちゃうんだけど、これはねある程度この持ってくれる、まあ、汚れが落ちるまできちんとね拭き取れるっていうのがねすごいいいと思った本当に、うん。でお値段はね、1300円かな、うん、ちょっと今カンペ見ちゃった。カンペっつうかね、こういうパンフレットがあるんだけど1300円、うん。で、速攻洗浄ってここに書いてあるんだけど、速攻すぎないっていうのかな、なんていうの、まあ、早すぎず遅すぎず、まあ、本当にちょうどいい感じで、まあ、垂れてこないでしょ、あれもいいでしょ。それとあとね、本当綺麗になる、まあ、ただそれだけ。1300円だったら僕は使っちゃうかなっていう感じはします。はい、ブードゥーライド、こちらね、今回使ったガラスクリーナー以上になるんですが、まあ、こっちね見て分かる通り他のブードゥーライドの商品もあるので、まあ、ちょいちょいねちょっと実験していきたいなと思います。なので、ね、皆さんチャンネル登録忘れずに。はい、それではまた来週。